マカオ散歩チャンネル、ソンツンです。ところでマカオの食べ物といえば何って質問をすると、きっと多くの人が頭の中にエッグタルトを思い浮かべるっていう方がね、多くいらっしゃるかなと思います。まあ、それだけエッグタルトってね、メジャーな食べ物ではあるんですけれども、今私がいる場所なんですけれども、カレーのおでんのお店が多く並んでるというエリア、これは世界遺産のセナド広場とかセントポール教会というところからも非常に近いところであるんですけれども、まあ、エッグタルトほどメジャーではないのかもしれませんが、このカレーのおでんっていうのもですね、マカオではあちこちで見かけるんです。まあ、実際マカオにかつてお越しになった方も一度や二度は食べたことがあるっていう方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、なんと最近スーパーでカレーのおでんのお菓子というのがですね、最近販売されているということで、でこれからこの辺りのお店でちょっとカレーのおでんを購入して、そしてスーパーでカレーのおでんのお菓子というやつをですね、購入してちょっと食べ比べしてみたいなと思います。それではこれから移動していきます。ちょっと暑いんですけれども、全部購入してきましたので、これからお見せしたいと思います。でこちらの方が普通にお店の方で購入したカレー味のおでんということで、いろんな具材がね、実はあるんですけれどね、あのフィッシュボールにしました。と言いますのも、次にお見せするのがスーパーで購入したやつなんですけれども、これなんですね、マカオフィッシュボールズカレー味とね、出てますけれども、フィッシュボールで食べ比べしてみたいと思います。こっちの方はお土産用として作られたのかな、セントポール教会とね、マカオタワーの絵が出ておりますのでね、あのいかにもマカオという感じのね、はい、お土産っちゃお土産なんですけれども、ではこれから食べ比べていきたいと思います。ではまずはお店の方で購入したこのカレー味のおでんをですね、食べたいと思います。あ、結構辛い、辛いの入れないでって言ったんですけれど、でも美味しいは美味しいですけれども、これも本当にね、正真正銘のフィッシュボールでありますね。まあこれに関してはね、ハズレっていうのはないでしょう。まあ、断面っていうのはこんな感じになっております。生茶ね、最近マカオのスーパーでもよく売ってるんですけれどね、日本からね、これは入ってきたやつになります。じゃあ続きましてね、スーパーで購入したこちらをですね、これから開封して食べていきたいと思います。1個入ってるんですね。これカレー味って書いてます。もう一つ辛い味っていうのもね、あったんですけれども、もう辛いのちょっと私全然苦手なので、辛くはないであろうこのカレー味をね、今回は購入しました。
まあ、ちょっとね全部出したんですけれども、こんな風に個別放送になっております。ではスーパーで購入したカレーのおでんのお菓子バージョンを食べていきましょう。ん、結構うまく再現されてるなこれ、うん、違いがわからないぐらいにうまくできてますよ。まあ、ちょっとこっちの方が魚肉ソーセージっぽいかなっていうのがねあるんですけれども、普通にお店でこれ出されてもあんまり違和感なく食べれますね。うん、でカレー味って書いてますけれども、カレーの味はでもちょっと抑え気味になってるのかな。もう一個食ってみるか。で今ね2個目取り出しましたけれども、こちらのに関しては先ほどお店で購入したこのカレーのねタレをちょっとかけて食べたいと思います。全然違和感ないわ、うまくできてますねこっち。ちょっとこれをマイクロウェーブで温めて食べたら本当にマカオのお店で出されるあのカレーのおでんですね。ちょっと分かりづらいのかもしれませんけれども、左側の大きいやつの方がスーパーで購入したフィッシュボール、そして右の方がカレーのおでんのお店で購入したフィッシュボールになります。大きさがちょっと違うっていうだけで全然違和感ないっすね。2つ同時に食べたんですけれど、味はほとんどもう一緒と思ってください。ちょっと辛ですので、カレーのおでんが好きで日本でも食べてみたいなっていう方はね、これ味2種類ね、カレー味とそしてスパイシーな味のやつとありますので、いつかまたマカオにお越しになった際にスーパーでカレー味のおでんのフィッシュボールのお菓子バージョンを購入してみてください。これはね味保証できますね、うん、美味しいですよ。それでは今回はカレー味のおでんのフィッシュボールのお菓子バージョンというのをですね、まあ、紹介させていただきましたけれども、これからもスーパーなどで面白いものがありましたらそれもいずれ紹介させていただきたいなと思います。では今日はここまでということにしておきます。マカオサンボチャンネルソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。